連結金具の取り付けについてご紹介します。連結金具を取り付けるパネルを確認してください。ガイドパネルは小口形状を確認して取り付けてください。連結金具を取り付ける位置を確認してください。取り付け位置は本体に同梱している施工ジグで取り付け位置を決めてください。下穴に合わせて連結金具を取り付けてください。2本の固定ネジを軽く締め、高さ位置を調整してから締め込みます。金具はガイドパネルの下端より下へ5ミリ出して取り付けてください。金具センターのネジを締めて本固定します。パネルの上部の溝にモヘアを取り付けてください。